私は日本共産党を代表して安倍総理に質問いたします。はじめに新型コロナ感染症で亡くなられた方々に心より哀悼の意を表し、ご遺族の皆様にお悔やみ申し上げます。感染症と懸命に戦う医療従事者の皆様をしっかりと支え、命、暮らし、営業を守る予算と施策となるよう全力で取り組んでまいります。政府がイベント自粛を呼びかけてからすでに2ヶ月、緊急事態宣言から3週間になります。手元資金がもうなくなる、事業を諦めるかどうかという事業者が日を追って増え続けており、生活と事業を潰さないという補正予算が切望されています。この立場から提案を含めて質問いたします。一つは持続化給付金です。中小企業に最大200万円、個人事業主に同じく100万円というまとまった給付を一日も早く受けたいと多くの事業者が求めています。ところが給付対象は売上半減以下とされています。3割減、4割減でも倒産、廃業を目前にしている事業者はたくさんいます。なぜ救済の手を差し伸べられないのですか。また新規事業者は前年同月比の売上減を示すことができません。要件を撤廃し、新型コロナの影響を受けている事業者を広く対象とし、継続的な給付を行う、こうした改善が必要ではありませんか。答弁を求めます。ある社会福祉協議会の窓口では、緊急小口資金の借り入れも相談予約が6月になると答えています。また雇用調整助成金は先に給料を払わないと助成が受けられないため、資金力の弱い事業者ほど使えないという矛盾に陥っています。これらすべて簡易な申請ですぐに資金を出すことが求められているのです。総理、制度があっても使えていない事態をどう認識し、どのように改善するのでしょうか。休業要請をしている都道府県の大多数、また全国各地の自治体が独自の協力金や支援金を出して苦境にあえぐ地元中小業者を支えようとしています。しかしその金額はばらつきが大きく、家賃の支払いを含め事業を支えるには少なすぎます。同じ日本の中小企業事業者なのに支援に格差があるのはおかしいのではありませんか。多くの国民が外出自粛、休業要請に国が補償をと求めてきました。国として統一した基準を示し、それに見合う財政支援を行うべきです。そのためにも地方創生臨時交付金1兆円を少なくとも2倍に、その後も継続的支援を視野にさらなる増額を検討すべきではありませんか。非正規雇用、派遣労働は3ヶ月ごとに契約更新を繰り返す労働者が多数います。4月18、19日全国で電話相談に取り組んだ団体には、こうした労働者から雇い止め、派遣切りによる生活苦、住宅を失ったなど約5000件の相談が寄せられました。雇い止め、派遣切りが急速に拡大しているのです。相談を行った団体は、安易な解雇、雇い止めの規制、失業給付を早く支給し給付日数を大幅に増やすこと、債務の返済停止、住宅確保、生活保護を緊急に受けられる措置など政府に緊急要望しています。仕事を失い生活の見通しが立たない非正規雇用の方々を政府はどのように支援し生活を守るのか、答弁を求めます。野党は持続化給付金の拡充、雇用調整助成金の上限引き上げなどを含む補正予算の組み替え、家賃負担で事業者を潰さないための法案を共同で提案しています。生活と事業を守るためにこうした提案を真摯に検討していただきたい。総理の認識をお示しください。補正予算は医療に関わる予算規模があまりにも小さすぎます。緊急交付金として1490億円、都道府県に2分の1の財政負担を求め、 PCR 検査機器購入、軽症者を受け入れる施設の確保、医療機関への支援などを行うとしていますが、これで感染症と戦えるのか、以下具体にお聞きします。まず PCR 検査です。
市中感染が増え続ける下で大規模な検査が必要という判断から、検体採取を専門に行う PCR 検査センターの設置が自治体の判断で始まりました。これを受けて総理も検査センターを作ると明言しました。新宿区は設置にあたり1箇所月5000万円の経費を見込んでおり、全国的に進めるためには大きな予算が必要なことは明らかです。総理、補正ではどれだけの予算を組んでいるのですか。また地方2分の1負担では地域格差が生じるのではありませんか。 PCR 検査センターの費用は国が全額負担するという抜本策が必要ではありませんか。すでに医療機関は感染患者受け入れの限界に達しようとしています。政府は感染ピーク時の病床数をどのように見込み、どうやって医療体制を構築するつもりなのでしょうか。感染患者を受け入れる医療機関を増やすためには医療機関への大きな財政支援が必要です。愛知県は患者受け入れ1人当たり最大400万円として当面30億円、杉並区は患者を受け入れる4病院に対して1箇所平均2億円、3ヶ月分として約24億円の予算を組んでいます。感染患者を受け入れると人員強化と院内感染予防などで費用が増える。同時に他の病床を減らすことで大幅減収となり、病院が経営破綻してしまうからです。総理は診療報酬を2倍にしたと胸を張りますが、それでも大幅な赤字は必至だと理解しておられますか。献身的に奮闘する医療機関に対して必要な経費は全額持つ、赤字の心配なく頑張ってくれと言うべきではありませんか。感染者を受け入れていない医療機関も患者数の減少で大きな影響が出ています。このままでは地域の医療機関の経営破綻が続出しかねません。今後予想される第2波第3波の流行に対処するためにも安心して医療を継続できる支援が必要です。総理、そのための施策は補正予算のどこにあるのでしょうか。欧州では介護施設の集団感染、死亡が相次ぎました。介護、障害者、保育の施設でも職員は集団感染の不安の中で勤務を続けていますが、感染防護対策への支援や減収対策も十分ではありません。抜本的な対策が急がれるのではありませんか。サージカルマスク、防護服、フェイスシールドの不足はあまりに深刻です。日本医師会はサージカルマスクだけで月4億から5億枚が必要と試算し、このまま防護具がない状態で診療すれば医療崩壊が起きると厳しく指摘しています。ところが政府のマスク調達は予備費と補正を合わせて6ヶ月分で 2.7 億枚、防護ガウンやフェイスシールドと合わせて2000億円足らずです。これで医療従事者を感染から守ることができるのでしょうか。私は医療用マスクの必要量を製造時点から抑えて買い上げる戦略を持つべきだと提起してきましたが、厚労省は特定の事業者からの調達というやり方はできないと繰り返しています。しかし安倍総理肝煎りの全世帯への布マスク配布はあらかじめ国が買い取ることを約束して増産を要請したのではありませんか。医療用のマスク等防護具こそ必要量を確実に調達する対策が必要ではありませんか。医療体制整備と文字通り桁違いの予算が旅行などを喚起する GoTo キャンペーン事業約1兆7000億円です。これはいつ執行できるというのでしょうか。第二フェーズ予算は全額目の前の感染症との戦いに充てるべきではありませんか。終わりに、当初予算にも不要不急の予算は多々あるはずです。とりわけイージス・アショアや辺野古埋め立てなど地元の反対を押し切るような予算の執行を止めて感染症から命と暮らしを守ることに集中するよう強く求め、質問を終わります。
倍内閣総理大臣。田村智子議員にお答えをいたします。増加給付金の要件についてお尋ねがありました。今回の感染症によって現在多くの事業者の皆さんが休業などで売り上げがゼロになるような大変厳しい状況に置かれています。そのため今回の給付金はそのように休業を余儀なくされた事業者のみならず大きな困難に直面している事業者の皆さんを幅広く対象に支援を行うものです。昨年創業した新規事業者についても前年同月との売上高の比較ができない場合も含め支援対象とするなど、柔軟な対応を行ってまいります。まずはこの現金を一日も早く大きな困難に直面している事業者の皆さんのお手元にお届けすることができるよう補正予算の速やかな成立に向けて改めてご理解とご協力をお願い申し上げます。その上で売上が半減に至らない事業者にも実質無利子最大5年間元本返済不要の融資や雇用調整助成金による人件費の補助、国税、地方税、社会保険料の猶予のほか、持続化補助金の上限額を通常の2倍の100万円に引き上げる特別枠を措置するなどの措置を総合的に講じ、経営状態の苦しい事業者の皆さんの支援に万全を期してまいります。緊急小口資金の雇用調整助成金の手続きの簡素化等についてお尋ねがありました。緊急小口資金の貸し付けについては現在都市部を中心に相談が集中していることから当座の生活費に特に急を要する場合は住民票等の添付書類が整わない段階でも窓口への来所を促し住民票等は後日提出とすること、相談を経ずとも郵送で申し込める環境を整えること、社会福祉協議会に加えて全国の労働金庫でも申請を受け付けるなど手続きの迅速化を進めているところです。雇用調整助成金についても労働局ハローワークの人員体制の大幅拡充や被災事項の半減、計画書の事後提出などによる手続き迅速化、強力な資金繰り支援や税社会保険料の大胆な猶予、さらには持続化給付金による手元資金の確保などの措置を講じることとしているところです。引き続きあらゆる施策を総動員して雇用を守り抜くとともに給付の迅速化を図り、支援を必要とする方に確実に給付が行き届くよう現場の対応を徹底してまいります。休業要請と補償についてお尋ねがありました。休業要請を行っている自治体では個別に協力金をお配りする動きもあり、そうした自治体の独自の判断は尊重いたしますが、国としては休業要請に応じ売上が大きく減少してしまった皆さんはもちろんのこと、さまざまな事情で厳しい状況にある事業者を全国的に幅広く支援することとし、中堅中小企業の皆さんには200万円、フリーランスを含む個人事業者の方には100万円の現金給付を行うことといたします。これに加えて雇用調整助成金を大幅に拡充し、特に休業要請に応じた中小企業については休業手当の全額を日額上限の範囲で国が肩代わりすることとし、さらに延滞金なしで税や社会保険料を猶予することで手元資金の確保を手元資金を確保するとともに実質無利子無担保最大5年間元本返済不要の融資制度によって資金繰りに万全を期すなどあらゆる手段を駆使して事業の継続を強力に後押しし雇用を守りにてまいります。こうした支援策をはじめ今回の緊急経済対策ではほとんどの事業が地方公共団体の財政負担を伴わない全額公費負担の事業となっております。そうした中でも今回の地方創生臨時交付金についてはリーマンショック時の臨時交付金と同じ規模となる1兆円の予算を確保したところです。同時に1兆円の予算が十二分に効果を発揮できるようご指摘のいわゆる協力金を含めそれぞれの自治体の判断によって自由度高く使うことができる仕組みとしたところであり、各自治体にはそれぞれの地域の実情を踏まえながら現下の困難に対応するため効果的にご活用いただきたいと考えております。非正規雇用の人々に対する支援策についてお尋ねがありました。新型コロナウイルス感染症の影響により経済も大きな影響を受けており
事業者の皆様の経営にも大きな大変な打撃となっております。こうした中にあって、政治に課された最大の使命は、なんとか事業を継続していただき、またしっかりと雇用を守っていただくことであり、そのために最大限の努力をし、できることはすべて行っていく所存です。すでに経済団体等を通じて、企業の皆様に対し、解雇、雇い止め等を防止するため、雇用調整助成金、雇用調整助成制度の対象に、非正規雇用を追加した上で、その活用を促すなど、最大限の経営努力を行っていくこと等をお願いしてきたところです。その上で、離職や廃業により、住居を失う恐れのある方等に対しては、住居確保給付金を支給し、安定した住まいの確保を図るとともに、仕事が減るなどにより、収入が減少し、生活に困窮されている方に対しては、80万円までの返済免除も可能な小口資金の貸し付けを進めています。このような重層的なセーフティーネットにより、雇用を維持するとともに、生活の下支えをしてまいります。補正予算の組み替え、野党提案の法案についてお尋ねがありました。議員提出法案などの取り扱いについては、国会でお決めになることであり、政府としてコメントすることは差し控えます。その上で、今回の補正予算では、現在の困難な状況の下で、歯を食いしばって頑張っておられる中小小規模事業者の方々に、この困難、難局を何としても乗り切っていただくため、最大200万円の現金給付、雇用調整助成金の助成率の過去最大までの引き上げなど、前例のない措置を大胆に講じることとしております。政府としては、まず何よりも一刻も早く、これらの支援措置を困難に直面する事業者の皆さんのお手元に届けることが大切であると考えております。速やかな成立に向けて、改めてご理解とご協力をお願いいたします。検査体制についてお尋ねがありました。PCR 検査については、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにすることが重要と考えており、緊急経済対策において、検査体制の1日2万件への増加を行うこととしています。PCR センターについては、感染を予防しながら、効率的かつ集中的に検査を実施する取り組みとして、これを感染者が特に急増している都市部などで広く実施していくことは効率化的であると考えております。都道府県に対しては、PCR 検査センターを設置し、地域の医師会等へ委託する形で運営することについて、周知しているところです。政府としては、補正予算において、1490億円計上し、緊急包括支援交付金を新たに創設することによって、設置等に関する都道府県の取り組みを支援するとともに、町村性臨時交付金の活用により、実質全額国費による対応も可能としているところです。また、これらの交付金とは別に、地域の PCR 検査センターの運営等に要する費用について、国の負担分を補正予算に計上しております。医療機関等への支援等についてお尋ねがありました。患者数が大幅に増えた場合に備えて、病床の確保については、国から示した計算式に基づき、各都道府県においてピーク時の患者数を見込んだ上で、これを踏まえて必要な医療提供体制を整備しているところです。現在、治療のために必要な病床として、感染症指定医療機関の病床を最大限動員し、3万2000を超える病床を確保しているところです。今後さらに、感染が拡大した場合にも備え、その他の医療機関における空き病床も活用することにより、5万床を超える病床を確保していくこととしており、これらの病床を確保するための必要経費を補正予算に計上しております。また、病床の確保に合わせ、軽症や無症状で入院している患者については、宿泊施設等に移行していただき、既存の医療機関の病床を重症者の入院に重点化していくことを進めることや、重症患者のケアに必要となる人工呼吸器や個人防護具等の警備、整備など、都道府県が必要な医療提供体制を構築していくため、しっかりと支援を行っていく考えであり、今回の補正予算において、緊急包括支援交付金を新たに創設をし、1490億円を計上しているところです。新型コロナウイルス感染症により、経営に影響が出ている医療機関への支援も重要です。常に感染リスクに向き合う医療従事者の処遇改善に資するため、重症者治療への診療報酬を倍増するとともに、今般の緊急経済対策において、
無利子・無担保を内容とする経営資金融資による支援を行い、経営が厳しい医療法人や個人診療所に対しては、今般の持続化給付金の対象とした上で、医療法人は200万円、個人診療所は100万円を上限に現金給付を行うこととしているところです。このような緊急事態の中にあっても、介護や福祉の現場では多くの職員の皆さんが業務を続けてくださっており、国として必要な支援をしっかりと行ってまいります。高齢者施設等における感染予防対策のため、布マスク2000万枚を順次配布するとともに、消毒用エタノールについても優先供給の仕組みを構築いたしました。さらに介護事業者等への経営支援のため、報酬等における特例措置や無利子・無担保を内容とする経営資金融資を創設するとともに、経営が厳しい事業者に対しては200万円を上限に現金給付を行うこととしております。医療防護具の確保等についてお尋ねがありました。ウイルスの戦いの最前線である医療現場に一つでも多くの医療防護具を届けることは重要であり、サージカルマスク、N95 マスク、ガウン、フェイスシールドを国が買い上げ、物資が不足する全国の医療機関に届けるとともに、感染者の診療や検査を行う医療機関に医療防護具を国が調節優先的に提供するための体制整備を早急に進めることとしています。こうした取り組みによって、物資の不足による医療崩壊といった事態を招くことのないよう、政府として全力を挙げてまいります。なお、全世帯を対象とした、布マスクの配布については、4月から5月にかけて、布マスクを1億枚程度確保できる目処が立ったことから、感染拡大の防止等を目的として、実施してきたものであり、あらかじめ国が買い取ることを約束して、事業者に増産を要請したものではありません。また、今回の補正予算では、収束後を見据えた対応について、事業者の皆様がこの機に事業計画の見直し等を行い、あらかじめ準備を行うことのできるよう必要な事業等を盛り込んだところでありますが、まずは感染拡大の防止と事業や生活、雇用の維持に全力で取り組んでまいります。